はい、どうも羊です。今回は解釈拡大妄想拡張で参ります。機動戦士ガンダム水星の魔女、少し長い内容になりますので早口で喋ります。どうぞ最後までご視聴いただければと思います。前日の動画、スレッタイコールエリクト別人説や死亡説等々考察してきましたが、改めてプロローグを紐解きながらエリクト様やとガンダムルブリスについて考察していこうと思います。果たしてルブリスイコールエアリアルなのか、本当に同じ機体で回収によってできた機体なのか、ガンドフォーマット技術の行方はどうなっていくのか、気になる内容がわんさかですが、まあまあ私の課題解釈に妄想も含まった内容なので、まあこんな説あるんだ程度で聞いてくだされば幸いです。ネタバレ等も含まれますので、見たくない方はそーっと閉じておいてください。それでは機動戦士ガンダム水星の魔女を語る上で押さえておかなければならないポイントが、プロローグと小説ゆりかごの星です。ゆりかごの星ではエアリアルが明確な自我を持った内容で進んでいきます。ということは機体回収される前がルブリスだとすると、これもまた自我を少しずつ持っていくということになります。その証拠にカルドがまだ寝返りもできない赤ん坊なのさ、だからお母さんがいろいろなことを教えてあげている、このことからもルブリスの自我に目覚める可能性があると仮定し、話を進めていきます。プロローグに登場したエリクトとガンダムルブリスはバナディス機関施設内で誰からも愛される存在です。エリクトの母はルブリスのテストパイロットでした。天真爛漫なこの少女は母や父のことが大好きで、ガンドフォーマット技術第一人者であるカルド・ナボのことをバーバと呼んでいます。当時の年齢4歳ですが、この時って自我の目覚めや物心がつくような時期になりますよね。今回の考察で重要なキーワードとなる自我の目覚めと物心です。これを覚えておいてください。両親がいつも仕事の話をしているのを聞いていて、かなり不満がある様子のエリクト、開発中のガンダムルブリスに対して、いつまで寝てるの、早く起きなさいと嫉妬のような怒りの感情をぶつけています。まるで生まれたての妹に嫉妬する姉のようです。初めは子供が物に対して話しかける程度だと思って見ていましたが、今回もう一度プロローグを見直して、バーバはエリクトにまだ寝返りもできない生まれたての赤ん坊だよと説明をしていました。これに対してエリクトは、じゃあエリーの方がお姉さんだねと返しています。何気ない会話ですが、つまりルブリスに対して人格があるかのように接しています。エリクトイコール姉、ルブリスイコール妹の構図がプロローグで完成しているわけです。そしてルブリスに自我があるかのようなニュアンスに、コックピット内でカルドがエリクトに話していた、まだ何も知らない赤ん坊なんだ、話しかけてやってくれ、このフレーズの後からも考えると、後にルブリスが自我に目覚める可能性があることを示唆する内容だと気づきました。そこから襲撃を受けるバナディス機関、ここでさらに重要な出来事があります。襲撃を受け、エリクトはルブリスのコックピット内にうずくまっていました。初めはただ怖いだけでコックピットにいただけのように思っていましたが、これよーく見直してみると、明らかにルブリスとエリクトはあの荒屋敷システムのようなもので背中が接続されています。そもそもガンドフォーマット技術は身体拡張技術で、神経を機体と接続する技術でもあります。すでに背中につながっていたということは、エリクトはガンドフォーマット技術を施されているということになります。他にもいくつかのそう思わせる内容があります。例えば、母のガンドの腕のバッテリーの交換の際、ママのガンドはすぐ止まっちゃうねと悲しそうな顔で言うんですが、明らかに施設内のガンドをつけた人と比べてないと出ない言葉だと思います。これ普通に考えてみれば、エリクトの背中はすでにガンドに置き換わっていて、自分と比べてそう思って言った言葉とも取れます。そしてエリクトの顔には青色の模様が浮かんでいます。ですがデータストームの流入は母のエルノラには届いていません。パーメットスコア3を使っても問題なく動いています。エリクトは苦しい表情も見せず、ただ綺麗だね、まるでろうそくみたいと敵の機体を破壊して言っていました。結構怖いですよね。子供の純真な言動と、この光を命と認識してない冷酷さが非常に表現されたセリフだと思います。と同時に頭に疑問が浮かびました。なぜエリクトの顔には青い模様が浮かんだのか。そして父はパーメットスコア3を使い、大量のデータストームで赤い模様が浮かび、相当苦しそうな表情となっていました。この親子の大きな違いは何なのか。それは父は生身の体で、エリクトは首から背中まですでにガンドフォーマット技術によって置き換えられていたという可能性が高いことを裏付ける要素だと思います。データストームの流入に耐えられる体、もしくはガンドフォーマット技術によって生まれた人工生命だとも考えられます。その証拠にルブリスに認証を受けたエリクトは、ガンドフォーマットによって母の腕のガンドと接続されています。ガンドフォーマット接続を切る機体ペルギベウと対峙し、接続を切られ窮地に追い込まれますが、決死の地に救われ、ルブリスとエリクト、エルノラは彗星へと逃げ延びるのでした。襲撃の際、カルドナボが言っていたのは、宇宙に出るにはこの体は脆弱すぎる、そのためにはガンドが必要なんだ、ガンドフォーマットの未来は全身ガンドフォーマットで、厳しい環境下でも耐えられる人体の進化、ガンドフォーマット技術によって生み出される人工の生命だとも考えられます。
ルブリスとエリクトがその後どうなっていったのかは分かりませんが、やっぱり考えられるのは前回動画でも話したエリクトとルブリスの融合ですね。融合し完全に自我に目覚めエアリアルになった。結構飛躍的な妄想ですが、意外とプロローグに裏付けるセリフなどが多数見られるので、ひょっとするかもしれませんね。さらにスレッタイコールエリクトが別人である説は、これも裏付ける内容が小説ゆりかごの星にあるんです。それは9歳の時、スレッタは物心ついた頃から彗星しか知らないというセリフ。確かにプロローグの時点ではエリクトは4歳で、当然自我もあり物心もついている年齢です。これって案にスレッタとエリクトは別人であるっていうことを言っているように思います。そうでないと4歳の記憶はスレッタにはすでにあるはずで、年齢と周りの人たちの時系列とかがやっぱりこの言動を聞くと合わない気がするんですよね。これは前回の動画でも解説していますので、よかったら見ていただければと思います。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。コメント感想などがあればぜひ聞かせてください。それではまた。じゃあね、バイバイ。